で、これ LFO で揺らすだけでもかなりいい感じのサウンドになります。今回はバイタルのユニゾンの機能を拡張するアドバンスドの機能についてやっていこうと思います。で、アドバンスドモードはオシレーターのユニゾンのボイスを増やすとオンになります。で、通常のこのボイスモードのユニゾンだとピッチをディチューンでずらして厚みを出すっていう程度なんですけど、アドバンスドのモードだといろんな機能でユニゾンをいじることができます。で、スタックは音の重ね方を選択することができます。デフォルトだとユニゾンになってるんですけど、オクターブ、パワーコード、メジャーマイナーコード、ハーモニックなど多彩な種類を選択することができます。で、ディチューンレンジはピッチを揺らす幅ですね。デフォルトだと2になってるんですけど、最大48、4オクターブのピッチを設定することが可能です。で、ディチューンレンジは2つのボイスでやると分かりやすいんですけど、このユニゾンディチューンの値をマックスまで上げると48音の差が出ます。16ボイスでディチューンレンジをいじるとかなりすごい感じですよね。で、これをさらにモジュレーションで揺らすことが可能です。ユニゾンブレンドは減音とユニゾンのミックス比をコントロールします。ステレオユニゾンはユニゾンが広がる幅をコントロールします。で、テーブルスプレッド、スペクトスプレッド、デストスプレッドっていうのがあるんですけど、まあ、これはオシレーターの各パラメータをボイスごとに分散させることが可能です。で、テーブルスプレッドは、ウェーブテーブルオシレーターのこのフレーム、読み出し位置をボイスごとに分散させることが可能です。で、これ LFO で揺らすだけでもかなりいい感じのサウンドになります。で、スペクトスプレッドっていうのはオシレーターのスペクトラルモーフをボイスごとに変化させることが可能です。
テストスプレッドは、オシレーターの変調の深さをボイスごとにコントロールすることができます。この機能を使うとなんか面白いシンセパッドとかサウンドスケープとかすごいたくさんできそうな気がします。まあ、バイタル自体今までのシンセサイズの機能でも十分すごいんですけど、今回のこのアドバンスのこのボイスごとの変化っていうのが、またなんか今までにない斬新な感じで、すごい音作りの試合があると思います。ぜひいろいろ試してみてください。